丁寧なご紹介をいただきましてありがとうございます。70名とは言いましたけど、若干ふかしております。よく数えてみるとそんなにいねえじゃねえみたいな感じなんですかね。まあその辺はね、動きの激しさでちょっとカモフラージュしたいと思います。そんな中ね、この中央公園では毎年一人の男をいじってまいりました。振られば失恋したばっかりですとかね、今年も彼女できてませんとかって言ってましたけどもね、関君にもなんか見事に、職場の女に手をつけたらしくて彼女ができたそうでございます。おめでとう。そんなことはね、だけどなんか来年だったら遠距離恋愛なんだって別れちまいます。さあそんな感じで、はい、さあそれでは参りましょう。そんな誰が幸せになるのか、ミュージックドリバードン。
して皆さんお待ちしております。ありがとうございました。チーム